Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回は制作してたら邪魔とひどいテルが来たらどうする暴言対処方法を解説というテーマでお送りします。それが MMO だろ。質問読み上げます。トラジオさん、はじめまして。いつも動画を楽しく見ています。今日はちょっと相談というか聞いてみたいことがありましたので質問します。今からするお話は私ではなく友人が体験したお話です。友人は最近14を始めた若葉なのですが、その中でも今までやったことがなかったシステムであるギャザリングやクラフターにどっぷりハマり、冒険と並行しつつ日々楽しそうに採取をしたり作成をしています。私がインすると〇〇作れた、〇〇を採取したと嬉しそうに報告してくるので、微笑ましく思うと同時に私も最近になって放置してたギャザリングやクラフターを一緒にやる影響を受けるくらいには本当に楽しくプレイしている子です。そんなある日ですが、友人はマーケットでいつものように制作を行っていると、急にチャットで邪魔と言われたそうです。他のワールドやサーバーがどうなのかはわからないのですが、その日は友人以外にもマーケットで制作をしている人が多いくらいには通路に点々と人がいる状態でした。別に普段でしたら人がいようが無視して歩く人や、走る人も多いですし、わざわざ自分に向けて言うなんて変な人だなと思ったそうですが、もしかしたら自分じゃないかもしれないし、チャットを間違った可能性だってあるかもと思い、無言でその場で制作をやめ、広い場所でしたので通行の邪魔にならない壁際に行き制作を始めました。ところが何を思ったのか、その人はわざわざ友人の元に行き邪魔としつこくチャットを飛ばしてきたそうです。友人も変な人に絡まれたなぁと思いつつ、すいませんどきますねと告げてログアウトしたというのが一連の流れだったそうです。だいぶ日付が経ってからのそのことを聞いて、そんな人がいるのかとびっくりしたのですが、幸い友人はその後その人に会うこともなく、笑い話にするくらいにはダメージを受けてなかったので、その点についてはホッとしています。長々とすいませんが、ここでトラジオさんに質問です。この場合って通報ということでいいのでしょうか。私も友人も普段は野良なのですが、幸運なことに優しい先輩ヒカセンに恵まれていたので、こういう人に出会ったのが初ということもあり、どう対処すればいいのかわからないです。今後のためにも教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。結論、通報する。最初からね、普通に暴言吐いてるし不快にもなってるんで、その場で相手にそれ以上言うなら通報しますって言って、それでもやめなければ通報すればいいと思います。というか一非課線として言わせていただきたい。マーケット周辺のクラフター制作は文化だと思っています。特にマーケット周辺ってアイテム屋とか素材屋とかもあるし、その風景に混ざってそこでクラフターでカンカンしてるのめっちゃ自分は好きなんですよ。クラフター自体はそこまで深くやらないんですけども、あのマーケット行った時に誰かがカンカンしてるのを眺めるのがめっちゃ好きです。特に最新装備や新素材が更新されたアップデート後だと、そこにもっと人が集まって活気づいてるっていうのも面白いです。特に自分はリムサ出身なので、リムサのあのマーケットをこう無駄に歩くとかいうするくらいその風景好きだし、 MMO としての一つの文化だと思っています。それを邪魔扱いするなんて言語道断、 cannot forgive。 自分なら通報どころかその場でファイナルファンタジー14についてもうセミナーを開いてやるぞっていうくらいの気持ちであると。で、人がいないかそってるマーケットほど寂しいものはないので、むしろ遠慮なくクラフターカンカンしてもいいと自分は思っています。ただしあえて邪魔になる位置でやるのではなくて、ちょっち通路側でやるとかの意識はした方がいいかもです。と言っても暴言は暴言で良くないので、暴言を吐かれた時の対処方法を解説します。今回お話する内容はこちら。暴言が来たら理由を考える、しつこいなら相手に牽制を、通報するだけでも楽になる、この3つをテーマでお送りします。1つ目、暴言が来たら理由を考えるということで、まず暴言が飛んでくるということは少なくとも何かが相手を不快にしていることが考えられるので、まずは何が原因かを考えます。もしかしたらその友人がマーケットボードのど真ん中でボードの直前で制作していたかもしれないので、そういった状況ならちょっと邪魔になってしまうのも仕方ありません。ただ移動後にも邪魔としつこくチャットしてるんで、もうこれ明らかに粘着してるんで、もし可能ならなぜそんなにしつこいのですかと聞きましょう。そこで理由を話すかもしれないですが、だいたい理不尽で感情的に燃えてる状況になっていると思うんで、そういう時は次のテーマ、しつこいなら相手に牽制をということで、近接 DPS のロールアビリティの牽制のことではありません。で、相手がしつこいのであれば
それ以上しつこいなら通報しますと伝えれば、大体の人は静かになると思います。これで通報もせずにね、解決できるんで、相手が暴言してきてゲームのプレイの邪魔をしてくるなら遠慮なく対応していきましょう。いずれにしても暴言プラスゲームプレイの阻害になると思うんで、まあ、十分通報する対象ではあると思います。でそれに伴い、できるだけ証拠を残しておきたいので、スクショを取ってどのキャラクターの名前が何日の何時頃に起きたのかをメモしておきましょう。自分も過去に揉め事があった時に、まあ、若干粘着されたことがあったんで、この手段で回避したので実践済みであります。3つ目、通報するだけでも楽になるということで、まあ、ただ誰もがそういった強気の態度でこうカウンターできるかっていうと、まあ、そうでもない人もいるということです。まあ、そうなると恐怖と不安を抱えたままになると思うので、まあ、そういった場合は通報という名の相談を運営にするといいと思います。一応自分もこの手の質問は一非課線ユーザーとしてこうしたらいいんじゃないかとアドバイスはできますが、言ってもただの一ユーザーにしか過ぎないので、最終的にどういった行動が答えなのかは運営のみぞ知るということなので、不安がどうしても拭えないなら運営に相談しましょう。運営も基本は対応が早いのと、まあ、寄り添って話を聞いてくれるのと、必要あれば対処してくれるんで、相談するだけでも自分自身が楽になると思います。仮にもし自分が運営の人間だったら、状況証拠を見て、まあ、キャラクターを特定したら、ここに呼ばれた原因は分かりますかと監獄へ呼び出して今後改善するように声をかけるでしょう。と言ってもそれも最終的に運営が決めることなので、また同じようにことが起きて対処できない場合は運営に相談するのもありです。ただ何でもかんでも通報するとそれ自体が悪質行為とも見られる可能性もあるし、運営の対応も遅れる可能性はあると思うので、そこまでじゃない場合は今回話した内容を試してみてください。そして引き続き下桜ライフを楽しんでいただき、14の経済を回してください。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。生まれて飛び出ていくばっか、皆を巻き込み引っ提げて目的決めずに走り出す、これが私のマイロードと。鹿ですか？いいえ、虎です。風味増し増しネタ多め、虎次郎音頭。アトモス村の片隅で根を張る海賊の船長やってます、我らがトラジロー。 Hey, what's up? あっち行ってご自身で、あは、これがデフォです。よそ行って誤爆して土下座へも、マクロたまに漢字も読めないけど、それはそれでネタ的によしよし、楽しく遊ぶが心情のふふふんふふふんふふふふふふふん、とっとっとっととらとらじろう、とっとっとっととらとらじろう、そんないい感じに踊ってくとらじろう運動。